はい、皆さんどうもこんにちは、広瀬の隠れ家です。今日はですね、久々に視聴者の方からですね、贈り物が届きましたので、そちらを開封してテイスティングねしていきたいなと思ってます。届いた荷物がですね、こちら、じゃん。早速ですね、こちら開けてみたいと思います。お、中身はですね、まず源氏パイ、そしてさらに源氏パイ、そしてですね、これは何でしょうか。こちらはですね、和風クッキー揚げ塩というですね、静岡県浜松市のですね、メーカーですね。ありがとうございます。ここからがどうやらウイスキーのですね。まずはこちらから、こちらをですね、あの話題になったウイスキーですね。こちらね、まあ、イスラエルのウイスキーですね。イスラエルのウイスキーがね、入っていました。これね、飲みたかったので、かなり嬉しいです。ありがとうございます。そしてね、もう一本、もう一本ありますね。もう一本、こちらは何でしょうか。こちらが、ん？これは何だ？あー、素晴らしい。そして最後に、お手紙もね、いただいてます。こちらね、ちょっと読んでいきたいと思います。ということですね、こちらの品物を送っていただきました。本当にね、ありがとうございます。早速ね、誰からのこちらね、お手紙を読ませていただきたいと思います。広瀬の隠れ家様、こんにちは。毎回動画を楽しく拝見させていただいてます。一人ウイスキーフスやウイスキーを楽しむ会など、楽しい雰囲気が伝わってきます。今回送らせていただいたものは、今年少し話題になった世界5大ウイスキー以外のものですが、運よく入手できましたので、広瀬様の感想をお聞きしたいと思い送らせていただきました。それだけでは寂しいと思い、スコットランド蒸留所完全制覇の道にお役に立つかもしれないものも一緒に送らせていただきました。ありがとうございます。隙間には自分の住む地域にはどこにでもあるお菓子ですが、お茶を受けにでもしていただけたら幸いです。これからもご自分のペースで動画作成を続けてください。ありがとうございます。みかんちゃんさんより、みかんちゃんさんからの贈り物でした。ありがとうございます。みかんちゃんさんはね、お名前の通り静岡に住んでる方なんですが、まあ、以前もですね、ガイアフロ静岡蒸留所のウイスキーたくさんね、送っていただいた方なんですが、まあ、今回もね、このように素晴らしいね、ウイスキーと、そして素晴らしいお菓子をね、送っていただきました。本当にね、ありがとうございます。まあ、こちらはですね、せっかくですので、まあ、1本ずつウイスキーをね、ご紹介していこうと思っています。まあ、今日はですね、まず、まあ、今話題のね、ウイスキーですね、こちらからね、ご紹介していきたいと思います。ということですね、本日はね、みかんちゃんさんからいただいたね、2本のウイスキーのうち1本をね、テイスティングして味わっていこうかなと思ってます。まあ、今日はですね、テイスティングするのはね、最近ね、話題となったウイスキー、こちらをね、紹介したいと思います。まあ、その前にですね、ちょっとね、このクッキーずっと気になっているので、これをね、ちょっと今日はまずはね、食べたいなと思います。揚げ塩ってね、私初めて聞いたんですが、すごいこの、静岡の方には有名なお菓子なんですかね。お、すごい、中はですね、このような感じになってますね。こういうね、クッキーですね。なんか可愛いですね、すごく。ちょっとね、まあ、ウイスキーを飲む前に、こちら1個ね、いただきます。浜松メーカーのね、果実木の実のサクサククッキーということで、なんか、ウイスキーにも合いそうですね、これね。うん、美味しいです。なんかね、まあ、レーズンとかが入っていて、他にはね、こうコーンフレークだったりがね、こうぎっしりと詰められてる感じですね。これすごく美味しいです。ただね、レーズンが、ね、結構歯に挟まります。オレンジの味わいもあって、すごいドライフルーツ系の味わいなんですね。これはね、絶対ウイスキーに合います。揚げ塩、ぜひね、これ浜松メーカー買ってね、食べてみてください。ということですね、今回ご紹介するのはこちらのね、イスラエルのウイスキー、ミルク&ハニー蒸留所が作るシングルモルトウイスキー、エレメンツシェリーカスク、こちらをね、今日はご紹介してテイスティングしていきたいなと思います。まずですね、中身のボトルなんですが、中身のボトルはですね、このようなボトルとなっています。こちらはですね、イスラエルのシングルモルトウイスキーです。珍しいですよね。まずはね、情報から。エレメンツシェリーカスクは2012年にイスラエル初となるウイスキーとスピリッツ蒸留所として設立されたミルク&ハニー蒸留所が作るシングルモルトウイスキーです。蒸留開始は2014年から行っており、
年間300日以上が晴天という地中海性気候がもたらす暑さと海沿いという開放的な環境がミルク&ハニー蒸留所のウイスキーを急速にしかし優雅に熟成させています。エレメンツシェリーカスクは2023年のワールドウイスキーアワードシングルモルトウイスキー部門でなんと世界最高賞受賞という快挙を成し遂げています。ということですね、今年2023年の世界的品評会ワールドウイスキーアワードのシングルモルト部門で世界最高賞を受賞したウイスキーということで、ウイスキー通の方には今かなりね有名になっているウイスキー、それがこのねエレメンツシェリーカスクです。まずねワールドウイスキーアワードを知らない方もいらっしゃると思いますので、そちらのご説明なんですが、イギリスウイスキー専門誌ウイスキーマガジンが開催している国際的ウイスキーコンテストで、審査は各国のウイスキー専門家のブラインドテイスティングより厳正に行われています。世界各国からエントリーされたウイスキーは厳正な審査を経て、ブレンデッドモルトウイスキー部門、シングルモルトウイスキー部門、ブレンデッドウイスキー部門など各部門に1品ずつ世界最高賞が認定されています。このコンペで最高賞を受賞するっていうのはすごいことなんですよ。しかもシングルモルト部門での最高賞はまさにね世界一のシングルモルトと認定されたということです。最近ではね2018年と2020年に日本のサントリーの、ね、白州25年が受賞しています。2019年にはティーリング24年、2021年にはグレンアラヒー10年カスクストレングスバッチ4など名だたる銘柄がね受賞しています。そして受賞したウイスキーはねその後かなりね入手困難なウイスキーとなり、このねワールドウイスキーアワードはねウイスキー通には欠かせない賞となっています。2023年の最高金賞ねこちらのエレメンツシェリーカスクということで、すごいんですよこのボトルが。何よりねすごいのがイスラエルという今までねウイスキーの製造を行っていなかった国で2012年に、ね、設立されたばかりの蒸留所のウイスキーが最高金賞を受賞したというのがすごいんですよ。イスラエルはねかなり温暖な気候で、蒸留所のあるテルアビブ市では年間300日以上が晴天という地中海性気候がもたらす暑さが特徴だということです。その温暖な気候で熟成されたウイスキーは急速にしかし優雅に熟成されているということで非常に楽しみですね。ただね正直なことを言うと、ワールドウイスキーアワードでね最高賞を取っていなければ、私はねこのウイスキーを手に取ることも知ることもねなかったかもしれませんね。だってねイスラエルのウイスキーって皆さん興味ありますか？なんか味わいも想像できませんし、大変ね申し訳ないですが美味しそうにはちょっと思えないというかね、すごい失礼なことをね今申し上げているんですが、そこら辺をねちょっとご容赦ください。しかもね蒸留所の名前もミルク&ハニー蒸留所ってなんかこうスイーツを作ってそうなこう甘そうな名前ですよね。こんな名前の蒸留所を作るウイスキーってどうなんだろうって感じてしまいました。大変ね申し訳ありません。最高賞ですからね。なので今回ねワールドウイスキーアワードで最高賞を受賞したということで、世界中の人にねこのイスラエルウイスキーを飲まれる機会を得たっていうことは本当にね素晴らしいと思います。ぜひね世界中の方にねこのイスラエルウイスキーの素晴らしさをねこれからどんどん広めていってほしいですね。私もね早速こちらをね飲んでみたいと思います。こちらはですね視聴者のみかんちゃんさんよりご提供いただきました。今ね本当になかなか入手できない人気のウイスキーですので非常にありがたいです。本当にありがとうございます。こちらのね希望小売価格は大体で6000ほどのようですね。そして容量は 700ml、 アルコール度数は46度となっています。では、ね、早速飲んでみたいと思います。これですねキャップは結構ね口径の大きいコルクキャップとなっています。色味はですね、このすごいね、綺麗な琥珀色ですね。はい、ではね、早速いただきたいと思います。まずね、香りから。あー、香りはですね、キャラメルのようなねっとりした甘みと、すごいね、こう、樽のウッディな香りが目立ちますね。そしてね、やっぱりシェリー感感じる、こう、ドライフルーツのような香りと、若干なんですが、ちょっとこう、タバコっぽいスモーキー感もね、少しだけですか、あります。おー、香りはね、正直ね、あまりイスラエル感を感じないですね。普通のなんかね、いいウイスキーの香りですね。
では、ね、早速いただきたいと思います。あー、美味しいです。口当たりはね、軽く程よい甘みがあり、結構スパイシーというか刺激のある若い原酒感がありますね。ただ飲み口はね、こうキャラメルのような甘みと、ダークチョコレートのようなね、結構ビター感、その辺が強いですね。そしてね、こう樽の渋みというか、その辺も若干こう後味で感じてきます。結構ね、ドライでリッチな味わいとなっていますね。余韻もね、結構長くて、まあ、後味に少しね、こうタバコのようなスモーキー感が現れてきますね。このウイスキーね、でもこうすごいこう口当たりから余韻まで、まあ、様々なね味わいをバランスよく感じられるので、まあさすがね、世界最高賞を取っただけのウイスキーだということはありますね。この味わいの複雑さが評価されたんじゃないかなと思いますけどもね。素晴らしいです、イスラエルウイスキー。いや本当にね、イスラエルのウイスキー素晴らしいですね。まあ、なんかね、こう台湾のカバランとかもそうですが、温暖な気候って一昔前はね、こうウイスキー作りには向かないと言われていましたが、まあ、ここまでね、美味しいウイスキーを飲まされると、温暖な気候の方がね、実はウイスキー作りに向いているんじゃないかって思いますけどもね。まあ温暖な気候であることで、こう熟成もね、早く進んで、まあ、通常はね、10年ほどしないとピークを迎えなかった原酒が、まあ、3、4年でね、ピークを迎えるわけですから、こう商業的には温暖な気候の方がいい気はしますけどもね。まあ、熟成されたね、ウイスキーというのはこうロマンもありますが、商売という目で見るとね、なかなかちょっとね、今の時代には難しいんじゃないかなという視点もね、ちょっとありますよね。そしてね、こう何より、やっぱりこのクオリティのウイスキーが6製ほどでね、こう買えるっていう、これがね、やっぱり素晴らしいなと思いますね。こう今、やっぱり日本では3、4年ぐらい熟成した原酒を1万とか2万円ぐらいで売っているこう日本の蒸留所多いじゃないですか。まあ、それと比べるのはちょっと申し訳ないんですが、6000円でこのクオリティですからね。やっぱりね、これから日本の蒸留所はね、ちょっと危機感を覚えていくんじゃないかなと、私は思いますけどもね。ぜひね、日本の蒸留所ももう少しね、お手頃の値段でね、出してほしいですね。やっぱりね、これぐらいの価格で入手できるっていうのは、かなりポイントが高いと思います。いや、しかし本当にこれはね、6000円ほどでこのクオリティっていうのはすごいと思いますね。まあ、ぜひね、皆さんもイスラエルウイスキー、エレメンツシェリーカスク飲む機会があればね、絶対に飲んでみてください。もうウイスキーはね、やっぱりブランドではないんだなっていうのをね、再認識させてくれますよ。いやー、こんなにね、素晴らしいウイスキーをご提供いただきました、みかんちゃんさん、本当にね、ありがとうございます。大事にね、飲ませていただきたいなと思います。ということですね、今日のひろしの隠れ家は、ワールドウイスキーアワードで最高賞を受賞した今話題のイスラエルのウイスキー、エレメンツシェリーカスク、こちらをね、ご紹介させていただきました。ではまた次回。